もうちょっと今から気が狂いそうな話、もうどうなってしまったんで日本の農業、もう末期症状じゃないかって思う話を今からするんですけど、もうこれはどうにもならないんじゃないかって思ってるんですけども、はやこの流れ自体がっていうのは、俺好きなジュースでこのアサヒのサラサラトマト、これ好きなんですよね。で、近所の自販機で1本100円で売ってるんですよ、350。で、この前久しぶりに箱買いしたんですけど、なんと24本入りで送料込みで1本78円78円、もうほんと送料普通の1本だから送料1000円ぐらいはかかってんじゃねえかな、1000円はかかってねえか、どのぐらいかかってんだろう、もう送料抜いたら50円ぐらいなんじゃないですかね、1本50円もしないか。で、これ 1.8 個分の果汁が入ってんですよね、トマト。すごい飲みやすいんです、サラサラしてて、トマト果汁 90% も入ってんですよ。約2個分のトマトが入って何十円かで出してんですよね、これね。日本の農家厳しいんじゃねえかっていう話になると思うんですけど、実はこれ、ここ見てください。毎日美味しくサラサラ楽しめるトマト果汁飲料です。なんとトマト、濃縮トマト、イスラエル産とアメリカ産の濃縮トマト使われてます。イスラエル、終わった、イスラエルに負けたか。日本のトマト収束感なんて言ったらいいの、もやもやしてますよね、これね。ほんとわ、日本の販売されるジュースでイスラエル産とアメリカ産のトマトが使用されて1個何十円で販売されてるって、1本 1.8 個分の果実が入ったトマトジュース、これ朝日が作ってるから美味しくないわけないですよ。ほんとめっちゃうまいですよ、これ、日本の農家どうなっちゃってんですかね、これ。うわぁ、1122の評価。みんなイスラエル産、アメリカ産のトマトって分かってて飲んでるのかな。俺は分かってて飲んでます、残念ながら。これほんと価格破壊ですよね。もう競争に負けてるんですね。日本のトマト使うより外国のトマトを使った方が安く作れる。あ、レモンが入ってるんです、これレモン。だから酸味が結構あってサラサラしててめちゃくちゃ美味しいんですけど、これ一気飲みできるぐらいほんとサラサラして飲みやすいんですよ。けどイスラエル産とアメリカ産のトマトです。現実は厳しい、負けちゃってるんだ。具体的に俺農家じゃないからわかんないけど、どの辺で負けてんだろう、全然わかんないですね。だってミニトマトを奥さん今日買ってきたけど、一パック2、300円ぐらいしてんのかな。あの一パック2、300円。今トマトって国産のトマト一ついくらぐらいで売ってんだろう。全然見てないからわかんないけど、
とにかくバヤリースの朝日は日本のトマトを使わず、もう海外のトマトを使って美味しいジュース作ってますけど、これは仕方ないですよね。だって安いんですもん。全然安いんですもん。これ国産トマトだら一本数十円で出せないんじゃないですかね。どうなんだろう。350。危機的状態です。以上。